This could be good for me. Lately, I've been doing it. 本日は仮想通貨ベスト10ということで、ちょっと未来の仮想通貨の順位を占っていきたいと思いますので、最後までご視聴いただければと思います。今日の現在の時刻なんですけども、2月22日、午前11時48分、YouTube 録画しております。今日の仮想通貨市場なんですけども、大暴落してます。10% ぐらいのね、下落のものがほとんどです。ロシアのウクライナのね、問題が、ちょっとまた悪化してしまいまして、そこをソースとして下がってしまっているような状況です。まあ、今日は下がっておりますけども、未来の仮想通貨は上がるかもしれません。ちょっと暗い話題ばかりですので、今回はちょっと明るいテーマで勝手にランキングを予想してみたいと思います。最後までご覧になっていただければと思います。ではちょっとコインマーケットキャップですね。こちらを用意して皆様に順位発表させていただきますので、最後までお付き合いください。はい、こちらが今のランキングになります。1位からビットコイン、それから2位イーサリアムという形でご覧になられていると思いますが、今回ですね、こちらのランキング、まず1位にほぼ変わらないと思います。ビットコイン、イーサー不動だとさせていただきます。それから3位、4位、5位。この辺はちょっと若干変動の可能性ありと考えております。まあ、テザーが3位、それから BNB が4位となっておりますけども、この辺はちょっと BNB が下がれば、またこのような状況であるかもしれません。ただ BNB が回復すると BNB が3位とかね、こういう状況あるんじゃないかなと思います。この3位、4位、5位。この辺はちょっとこの中で動くのかなというところで、まあ、この辺も若干の変動ありということで、まあこの B ラインですね、この2番目。この辺はちょっとこのあたりで動くのかなと。特にビーサとビットコインのように固定ではないということで、まあ変動はあるけども、この辺で動くのかなということで。まあ次は6位以下ですね。ちょっとこの辺は大きく動いてくると考えています。では6位、今 XRP ですけども、こちら仮想通貨今日 15% 1週間で下げましたが、今日 11%。今日の下げ大きいですね。見ていくと。今日の下げ幅で1週間の下げが 15% に膨らんでしまったということで、チャートもこのような形になっています。まあ、これは順位下げると考えています。XRP が下がるというよりは、まあ、他のものが上がってきて下がる、自動的に下がっていくようなイメージでもありますし、ちょっと XRP っていうのはやはり今後、ちょっと読みにくいですよね。正直ね。ですので、XRP はちょっと6位から順位を落とすんじゃないかなと考えています。まあポテンシャル的には6位でも全然不思議ではないんですけども、まあその形で6位以下ということで、見ております。それから7位、8位のソラナとカルダノですけども、こちらイーサリアムキラーなどと呼ばれたりすることもあるかと思いますけども、まあイーサリアムにちょっと近いようなところがあって、まあ、それぞれイーサリアムよりもいいところがね、あるというところ、スピードが速かったりとか、まあそういうところがあるんですけども、この辺も大きくね、崩れることはないと思いますので、まあ、この7位から10位ぐらいにいるんだろうなというイメージで考えております。では、この仮想通貨のランキングを大きく変える要素、これから何が皆さん考えられますでしょうか。私はメタバースだと睨んでおります。ですので、メタバース関連の仮想通貨がここに入ってくるような予想をしています。将来的に。それはただし条件がありまして、メタバース関連のもの、こちらが実際に皆様が今 YouTube とかご覧になっていただいていると思うんですけども、YouTube のような形で使われるというのが条件だと思います。仕事から帰ってきました。ちょっと仮想空間にとりあえず行ってみるかというような状況が生まれるかということですね。まあ、ですので、それがもし今後未来実現するとなれば、私は仮想通貨、このメタバース関連がこの辺に入ってくると考えております。で特に6位ですね。こちらの仮想通貨を今回はあげたいなと思います。ちょっと画面出てこないですかね。ちょっとごめんなさい。画面ちょっと出てこないんで、名前だけお伝えさせていきますが、エバードームだと考えております。エバードームが6位とさせていただきたいと思います。まあ、場合によってはこの体のエーダー、ソラナが上がってきて、8位ぐらい。という形で、まあ、ベスト10のどこかにいるんじゃないかなというイメージが近いです。まあ、ただ今回ちょっと強めに6位ということにさせていただきます。では、7位、8位。これは6位にリップルがいたものが7位に来て、1個ずつ下げる場合もあるかもしれません。それがリップルが下がってしまって、7位、8位に A だと、ソナナという順番になるかもしれません。そんなような状況で考えています。その場合はリップルが9位か10位ぐらいに入っているんじゃないかなと思います。で、1個空いた席ですね。まあ、テラとかはちょっと下がっていくのかもしれませんが、
XRP が高校に来て、テラが10位。これもあるかなと思います。ただし、ここにエバードームが本当に入るんであれば、このあたりは変動あると考えています。メタバース系の何かが7、8、9、10と入ると考えています。ただし、その仮想通貨は我々がまだ知らないものかもしれません。これから上場するもの。それからすでに上場してあるメタヒーローだったり、サンドとか、そういうものがもしかしたらこの辺にいるかもしれませんけども、私はもしかしたら、まだ私たちが存じ上げてない仮想通貨、これから上場するような仮想通貨が、この辺に入ってきて、サンドとか、それから、メタヒーローですか、まあ、それからいろんな仮想通貨、メタバス系ありますけども、そういうものがですね、この犬系が入っているようなところにポンポンと入ってくるんじゃないかなと考えています。状況的にはそんな感じ。ブロックトピアとかもね、面白いんじゃないかなと思うので、メタバース関連としてはその辺が、もしかしたらあるかなと考えてます。6位、エヴァドーム。7位に、まあ、今の現段階では、まあ、メタヒーローとか、それから、ブロックトピアですね。この辺がもしかしたら入ってきたら面白いなと思ってます。この辺ですね。まあ、状況的にはそんな感じで考えております。順位不動のものと、それから少し下げるもの。これが出てきて、そこの間にメタバースが入るというイメージで、6位はエヴァードームとさせていただきたいと思いました。まあ、これはあくまで私の勝手な妄想というかね、そんな感じかもしれませんので、まあ、ちょっと当たってるかどうかは本当にわからないです。ただ今の現状を考えると、まあ、そういう可能性が非常に高いのかなと考えておりますので、まあ、もしかしたらエヴァードームが本当に6位とかに入ってたら、今買っても爆撃取れるかもしれません。ちょっとそこは本当に自己責任でお願いします。わからないので、仮想通貨って本当に上がるか下がるかしかないです。ただし、まだ新しい仮想通貨、マーケット、どうなるかは誰もわからないと思いますので、まあ本当にどうなっていくんだろうなということを楽しみながら、今回ちょっと予想させていただいた次第ですが、まあちょっとでもね、役に立てていれば良かったのかなと思いますし、まあ本当にでも、外れてるかもしれませんので、勝手な、ベスト10ということで、私のちょっと好みもあったかもしれませんし、私のちょっと投資のプランというか、アイデアとして捉えていただいて、まあ、生かすも殺すもあなた次第ですというところかもしれませんが、まあ、ちょっとそんな状況で楽しんでいただいて、皆様も独自でランキング作ってみてください。で、もしよろしければコメント欄の方に皆様のランキング、ぜひ簡単に書いてみてください。あんまり書いちゃうとこう繋が長くすぎちゃうかもしれないんで、ちょっと簡易化して、6位はこっちじゃないですかとかね。ちょっとそんな感じで書いていただいてもいいですし、まあぜひ、あとは、なんかわかるように1位が B とか、2位が E とか、そういう形で書いてもらえると非常にわかるかもしれないので、で、わかりづらいものはエヴァードームとか書いてもらえると、ちょっとコンパクトに収まるかもしれませんので、ぜひそういう形で書いてもらえるといいかなと思いますので、ぜひ、もし何か皆様のアイデアがあればそこに書いておいてください。ぜひ皆様と一緒に、ちょっとこの企画楽しみたいなと思いますし、それから皆様の票が、アンケート、コメントがたくさん集まったら、そちらも今回のような動画を作って、皆様のアイディアもぜひシェアさせていただいて、いろんな方のお役に立てるかもしれませんので、どうぞコメント欄をお気軽に使ってみてください。というところで、今日は勝手にベスト10ということで、ぜひこの動画役に立ったかどうかはわかりませんけど、皆様もぜひよろしくお願いします。まあ、私の方にコメントいただければ本当に嬉しいんですけども、皆さんも独自でちょっとノートに書いたりとか、ちょっと楽しんでやってみてください。今ほんと下がっちゃってるので、ぜひね、仮想通貨楽しまないと損だと思います。ぜひこれからも負けないとし、チャンネル登録まだの方ぜひね、していただいて、これからも見逃さないようにしてみてください。ということで今回は仮想通貨、勝手にベスト10最後までご覧になっていただきまして、ありがとうございます。また順位に変動など私の中でもありましたら、第2回という形でお届けするかもしれませんので、その時はどうぞまたよろしくお願いいたします。今回も最後までご覧になっていただきまして、本当にありがとうございました。